どうも、アニマルアグレアンテナシランです。今回はですね、なんとまたもやゆうパックで何やら荷物が届きました。送り主は以前南ボイモリをいただいたリオンさんからまたいただきました。今回は何が入っているのかっていうのをね、ちょっとこれから一緒に見ていきたいなと思います。それではやっていきましょう。それではね、早速こちらの箱開封していきたいと思います。さあ、今回いただいたのは、まず新聞が入って、じゃ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 ん、うおー、立派、アメイボイモリさんですね。ちょっとお外が寒かったかな、ちょっとだけね、まだ凍えてますけど、でもちゃんと生きてますね。ほら、よく見てくださいよこれ。以前ねいただいたのはね、南イボイモリだったんですけど、今回はねちょっとアメイボイモリで、ちょっと生態をねいただきました。それにしてもかっこよくないですか、この赤色の感じがいいね。ちょっと動いたからね、安心はできるね。はーい、すごく、なんていうんですかね、言葉にできない感じ。じゃあ今回はね、ちょっとこの子の、お家を用意したいんですけどね、まあまだそこまでね、この子をどういう風に育てようかっていうことを考えてないんで、仮セッティングっていう形でね、仮で作っていきたいなと思います。それではそちらの方やっていきたいと思います。お、動いてる、あー動いてる。そちらの方やっていきたいと思います。はい、今回ねこの子を買おうと思うのは、プラスチックケースで買っていきたいと思います。まあ仮セッティングなんでね、本当に軽くやります。普通に水苔を下に敷きます。まあ本当はソイルとかね、そういうの使いたいんですけど、今家に余ってるのがないのでね、ちょっと水苔で代用、湿度がね大切なんでね、水苔でしっかりと湿度を保ちながらって感じですね。はい、こちらをねほぐしながら全体的にね。でこちらの方にね、水気を、かなり水気を入れといた方が、はい、こんな感じですかね。今回ねまだ水入れがねちゃんと深いのがないんでね、こういうただの水入れにを入れておきます。よし、こんな感じかな。シェルターは置いた方がいいんかな、置いた方がまあ確実にいいんでしょうけど、ちょっとねこの子の割には大きいシェルターしかなくてね、ちょっともうこの子この状態で投入していきたいと思います。でね、一応イモリはちょっとした毒はあるのでね、体からあまり触れすぎないようにって感じですね。ちょっとこの下の水苔から一緒に持ちましょうかね。まあ言うてかぶれたりするぐらいの弱い毒なんでね、そこまでなんですけど、でもねやっぱイモリとかって結構人間の体温でも熱すぎるらしいんで、そういうところは考慮しながらって感じですね。ほら見てください、この可愛さ、このかっこよさ、めっちゃ歩き回る、かわいい。結構ね、あのアメイボイモリとかはね人慣れじゃないですけど、結構ね人間を怖がるような性質じゃないらしいんでね、その結構愛嬌があるようなイモリになっています。だから人気種ですね、結構イモリの中でも。いやこれは人気出るわ、かわいいもん、この赤い顔といい、ちょっと顔が見えるかな、ちょっと手が赤いのとかも可愛いしね、赤いって正義よねって思っちゃいますよね。すっごい、ちゃんとむっちりしててね、お腹の方も結構元気そうな子にはなってますね。手に乗ってくんの、手に乗ってくんの、手に乗ってくるのめっちゃありがたい、可愛い。あ、歩く歩く歩いて手に乗ってきてくれる、手に、あ、可愛い可愛い、すげえ、めちゃくちゃピトって、なんかピトってする、冷えてる、勝手に乗ってくれた。ちょっと水苔はお皿が
カメラ動かしますね。こんな感じですね。ちょっとぼやける近すぎるか。ほらこんな感じで、なんかちょっと体もイボイボっていう感じで、イボイモリだけにあってな、ちょっとなんかイボイボな感じがあって、なんかゴツゴツ感とかがいいですよね。すごい、結構歩き回る元気な子ですね。かわいいな。ちょっと後ずさりしてるね。じゃあちょっと投入いたします。後ろ下がりながらの投入になってるけど、イボイモリはね結構陸生のイモリなのでね、あんまり水が少なくても大丈夫なんで、こういうケースで大丈夫だと思われます。もうちょっとねなんか工夫とかしたいんですけどね、それはまた後々って感じですね。はい、ということで結構水苔にを下にしたら結構なんか擬態じゃないですけど見えにくい感じなんで、そこもちょっと考えてはいきたいなと思うんですけど、でもこれでもう立派というか、なんか赤色がしっかりとしていてとてもいいですよね。ということでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。リオンさんから、アメイボイモリをいただいたというお話でした。ということでね、今回もね、ということでね、今回これで終わろうと思います。またね、この子のね、成長とか、あとはご飯とかね、食べるかどうかとかもね、今後やっていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とグッドボタンの方、よろしくお願いいたします。ということでね、それじゃ、バイバーイ。